皆さんこんにちは、アキシと申します。ついに来てしまいました。2023年7月の26日、ちょっと前にさ、このモブエンターテインメントさんね、ポピープレイタイムを作っている会社さんですね、突如としてこの画像がですね出てまいりました。何やらですね、ズタズタになったハギーワギも綿とかなんか血とかもちょっと出ちゃっててグロいんだけど、相変わらず口がソーセージみてえだな。でさ、見てこの鋭い爪、そしてこのちっちゃい目、離れた目、赤く光ってるよ。絶対サーベルタイガーみたい、四足歩行のやつだろ絶対これ。でこの日付はね、日本時間で今日7月27日なんですけれども、早速はい、ここ見てください。ポピープレイタイムチャプター3ティザートレイラー2ということで、うわー、はい、リリースされていきますんで、これをちょっと皆さんとね今日は見ていこうと思います。行ってみよう。早速見ていきましょう。燃え盛る炎。ん？なんだこれ？何が燃えてんだこれ？なんか大きい機械が燃えてますね。なんかモンスターとか隠れたりしてないかな？それっぽいものは見えないけれども、続き見ていきましょう。いや、ポピープレイタイムはやっぱちょっと怖いよね。うわうわうわ。ドアがちょっと開いてるのが不気味。あー、ちょっと待って。無音なの怖い。ちょっと待って。ここ見てください。なんか引っ掛け傷みたいな。これはなんだ、引きずった後なのか、引っ掛け傷っぽい。さっきのサーベルタイガーみたいなやつかな。で、ちょっと待って、あのさ、忘れてたけどさ、ポピープレイタイムマジで怖いわ。いや、バンバンとかに比べるとガチだからね。はーい。はい、お顔がないですよ、ハギーワギーさん。でもこれはさ、ちょっとサイズ的に見てミニハギーっぽいよね。このさ、床の節目から見たらかなりちっちゃいでしょ、このハギーワギー。でもちょうどこの傷のところで顔ないからもぎ取られちゃったのかな。怖ーい。さあ、見ていこうぜ。もう怖いんで、ガチモンのほら。はい、怖い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 。なんか、なにこれ、誰これ。なんだっけ、エリオットみたいなキャラいたよね、そういえばね。でもさ、この引っ掛け傷は避けてるのかなこれ。それとも引っ掛け傷ができた後に貼ってるこれ。写真はこうやって切り刻まれてないもんね。なんかさ、フレームはファンシーなんだけどさ、この顔は全然ファンシーじゃねえんだよな。あ、ちょっと見ていこうぜ。みんなが見れるようにさ、怖いけどなるべく俺は明るく実況していくから。はい。この画像はね、ちょっと前にも出てましたね。3人の子供かな？で、さっきのさ、サーベルタイガーみたいなやつ紫色だったよね。この紫色のやつの絵だと、これなんか二足歩行っぽいんだよな。で、月が出てるってことは夜なのかな？なんかここのメモ書きにさ、ベッドって書いてあるけれども、ベッドの下から出てきたとか？大事なとこが燃えちゃってんだよね。これもさ、この傷跡ができた後から貼ってるっぽいんだよな。で、なんで燃えてるのかな、ここ。さっきの火災と関係あるのかな、冒頭の。さあ、続き見ていきましょう。風をなんか結構さっき扉開いてたしね。ブー。あー、電池が切れていないコードレス電話なのに、ってことは襲われたばっかり。で、さっきのさ、このハギーのさ、あの近くにあった血痕みたいなのも相変わらず残ってんだよな。てか、なんでハギーやられてんの？味方じゃないの？謎は深まるばかりですね。いや、はい、はい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 。ちょっと待って、この子とこの子の写真違うよね。ってことは犠牲になった子供たちっていうこと？ちょっとこれ怖いな。いやー、相変わらずああ、音するね。うわー、怖い。何これ、ブラックインポスター？なんだこれ。はい、ここにはですね、日本語でさ、私は救いの天使に仕えるために生きていますって書いてあるんだよね。誰がこれ書いたんだ？この引っ掛け傷をつけたあのモンスターとはまた違うさ、傷の感じだよね。で、こっちのメモ書きを見てみると、ちょうど私を離れる前のママとパパのようにって書いてあるんだよね。なんか泣いてる女の子だね、これ。スカート履いてるっぽいもんな。顔が緑色でちょっとお団子みたいになっちゃってるけど。でさ、出てきましたね。これ、マミー&ダディですよ。このマミー&ダディがこの女の子の母親と父親を指しているのか、マミーロングレックスとダディロングレックスを指しているのか、そしたらこいつベビーロングレックス？いや、違うよね。いやー、このマミーとダディっていうね、字を入れてくるところワクワクしますね。さあ、そしてこっちのね、下の方。He gives me。彼は僕に与えてくるよ。ナイトメア。悪夢を。またなんか月みたいなの映ってんだよな。で、なんか紫色のぐしゃぐしゃ。で、これ戦ってない勇敢に剣みたいなの持って。棒かなこれ。ツンツンしてんのかな。勇敢だな、この子。いやー、ここは情報量多いですね。次行きましょうか。さあ、どうでしょうか。音が怖えんだよ。キャンドル？
あ、なんか水滴が滴ってたぞ今。ちょっともう一回見て、ほら水滴が、あちょっと待って、これさっきさ首が取れてたハギーワギーだよね、これミニハギーか。うわーやっべー、グロいです。うわ、何これ何これ何これ、巨大ロボットみたいな。ちょっと待って、ここさなんかハギーワギーとかキシミシの頭っぽい感じの形してない？でなんかこれ腕に見えるんだけどな。そういえばさ、チャプター2の終わりでプロトタイプ1006、こうやってさなんかちょっとメカニカルな感じ、これにすごい似てるよね。でしかもさ、マミーがやられる時に彼は私に体の一部にされちゃうのよって言いながらねやられてったんだよね。でいろんなやつをこうやってさなんか吸収させてんのかな、プロトタイプが。あ、よく見たらこれマミーのさ体の一部とかついてんじゃねえかな。そしたら結構ね信憑性が出てくるんだよな、この説は。なんかパンチグローブみたいなのがあるなアニレボノでさ、あのトラは多分パーツになりそうなやつを買って、でこの実験体の元に連れてって、でそれを吸収するみたいな。だからあの紫色のサーベルタイガーみたいなね、二足歩行なのかな、わかんないけど、こいつに仕えてるってことなのかな。でね、ちょっと戻るけど、ここら辺からなんか子供の叫び声がすごい聞こえてるんだよね。ほらキャーとかさ、ちょっと不気味だよね。あー、またなんか、あー、え、爪が見えてる、爪が見えてる、絶賛爪が見えてる。ちょっと待って、これ描いてるのってモンスターなの？子供じゃなかったわ。それこそこのギシャーってつけたやつがこれ字描いてんの？はい、ここ、喜びの時間を決して忘れないでください。なんだろうね、意味深だね。喜びの時間ってなんだろうな。いや、この怪物にとっての喜びの時間だろ。ここにね、私の眠い群れ、合ってんのかなこれ翻訳。なんか群れっていうさ単語があるんだけど、さっきの紫色の怪物の群れ複数体いる、ちょっとわかんないけど怖いね。で眠気っていう単語も出てきてるんだけど、眠らしてくんのかな、それともこれは永眠ってことですか怖い、どっちにしても。さあ見ていきましょう。あー、あいつじゃん、あいつじゃん、来ないで、やめてよ。シュー、なんか出してる、ガス。うわーびっくりしたやめてよ。チャプター3、あ、ディープスリープだ題名。やっぱ眠気なんだ。眠らしてくる、燃やしてくる、さらわれる、取り込まれる。ウィンター2023、ウィンター2023年か。これで終わりですね。やっぱ怖いね、モブエンターテイメントさん、ありがとうございます。でさ、今さ改めて見返したらさ、これ反転したらさ、ちょっとこれ鼻っぽく見えてな、これブロンか。でもブロンってあんな爪鋭くなかったよね。でもなんかブロンに見えなくもないんだよな、この目の感じとか。まあわかんないですね、多分違うと思うけど。でですよ、今の動画はねティザートレイラー2なんだよね。1を改めて見たら何かわかることがあるんじゃないか。さあ改めて見ていきましょう。多分これがねティザートレイラー1だと思うけど、怖い。あ、そうそうそう、なんか喋ってんだよな。でハギーワギーが転がってて、で今度は確かマミーロングレックスが、はい、出てきましたね。で胴体が切り離されているってことは、やられちゃった、まあ、やられちゃった後ってことだよねこれね。そして今度は、はい、ブロンの首が出てくる。これね、ブロンがねチャプター3で出てくるんじゃないかって言われてますよね。さあそしてですね、この先にあるものは、はい、ガスマスクなんだよね。さっきのさ炎をめっちゃ燃えてたじゃん冒頭でさ、で煙を吸わないためにこのマスクをはめるっていう展開なのかな。それとも催眠ガスみたいなのがあって、それを眠らないためにつけてるのかな。っていうかさ、今ティザートレイラー2の、はい、冒頭また見返してたんだけど、気づいた？はい、ここ白黒、そしてこれガスマスクだよね。ってことはやっぱ炎とガスマスク、何かしらの関連性があると見て間違いなさそうだぞ。まあ、ちょっともう一回見てみましょう。さあこのガスマスクの意味がちょっとずつね、こうなんじゃないかっていう考察がこれから進みそうですよね。さあでね、ほらここら辺ね、ちょっとね完成じゃなくて悲鳴っぽいんだよな。でさ、さっきのさ子供たちの悲鳴、ティザートレイラー2での悲鳴とちょっと重なるんだよね。改めて見てみると結構リンクしてんだよな。さあ見ていきましょう。これで確か終わりだったっけ。
はい、2023、3だけ赤いのは何か意味があるのかな。はい、でこの2つのねティザートレイラーがもうすごい謎がいっぱい含められてたよね。これらの意味するところはわかりません。もうこれ出たばっかりなんで、とりあえずファーストインプレッションこんな感じだったよということでね、動画回してみました。さあ楽しみですね、チャプター3。というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたねー。